お願いいたします。読み上げは3件あります。閣議の概要について申し上げます。一般件と24件と法律案整理人事が決定をされました。大臣発言として私から児童の性的搾取等対策および児童虐待防止対策に関する総合調整等の業務の移管について申し上げ、国家公安委員長から児童の性的搾取対策に関する基本方針について、厚生労働大臣から児童虐待防止対策に関する業務の基本方針について、国土交通大臣から北海道総合開発計画について、総務大臣から労働力調査結果および家計調査結果について、厚生労働大臣から有効求人倍率について、外務大臣から中央アフリカ共和国新政府との関係について、文部科学大臣から国立大学法人等の長の人事について、安倍総理大臣から海外駐在中の臨時についてそれぞれご発言がありました。閣僚懇談会においては河野大臣から行政事業レビューの実施要領改正について、総務大臣から平成28年度行政評価等プログラムの決定についてそれぞれご発言がありました。本日の閣議において児童の性的搾取対策については国家公安委員会に、児童虐待防止策については厚生労働省にそれぞれ総合調査権限を付与することとし、内閣官房からこれらの業務を移管することを決定いたしました。これは本年4月から国家行政組織法の一部改正が行われ、各省庁に対しその任務に関連する内閣の重要政策について総合調整権限を付与することができるようになることを受けたものであります。子どもは社会のかけがえのない宝であります。子どもたちが安心して過ごせる社会の構築に向けて、今後は国家公安委員会、厚生労働省が中心となって政府を挙げて各種対策に強力に取り組んでまいります。安倍総理は3月30日から4月2日まで核セキュリティサミット出席のため米国を訪問する予定であります。本件サミットは世界の安全保障に対する脅威である核テロ対策のため2010年にオバマ大統領のイニシアティブで開催され、今回が4回目となります。今後の核セキュリティに関する取り組みの指針を決定する重要な機会であり、我が国としても核テロ対策に関する国内の取り組み強化及び国際貢献について積極的に発信する考えであります。なおこの機会を利用して日米韓首脳会談を開催し、北朝鮮の核問題など一層厳しさを増す東アジアの安全保障環境について認識を共有し、国際社会による協力を確認をしたいと思います。また日韓首脳会談を開催する予定であるとともに、日米首脳会談も実施する方向で調整を行っているところであります。私は以上であります。はい、今日新年度予算案が成立しまして、年度内成立となる見通しですけれども、その受け止めとですね、一億総活躍社会を実現するためにどのような分野に重点を置いた予算となっているか改めてお願いいたします。まず今参議院において、円滑に審議を進めていただいている段階であります。現在ご審議いただいております予算は 96.7 兆円と過去最大規模であって、一億総活躍社会の実現に向けて保育や介護の受け皿整備、人材確保を進めるとともに、生産性革命や地方創生の進化、成長力の強化に資するインフラ整備に取り組むなど、強い経済の実現に資する政策が盛り込まれているというふうに考えています。早期の予算成立が最大の景気対策である、こういう認識のもとに、本年度28年度予算および関連法案の早期成立に向けて全力で取り組んでいっているところであります。はい、東京新聞の内島です。関連しまして、今日はですね、合わせて軽減税率の導入を盛り込んだ税制関連法案を提出する見通しとなっています。中小だけではないですけど、事業者 の負担増ということが言われてますけれども、混乱なくその軽減税率をスタートできるようにですね、政府としてどのように、受け止めと合わせてお願いします。まず29年4月の検討に向けて事業者への配慮が重要なことであることは申し上げるまでもありません。こうした観点から、現在ご審議をいただいています、この税制改正法案にも明記されておりますように、
軽減税率の導入にあたっては混乱を生じしないように万全の準備を進める、まあ、そういうことも謳われておりますので、事業者の準備がスムーズにいくように、そこはしっかり対応していきたいというふうに思います。はい、関連しまして、これまでですね、消費税の引き上げに関しては過去2回は軽減税率が同時導入をされていません。今回事業者の負担増、混乱が予想されるということもありまして、その増税 その判断時期なんですけれども、これはこれまでですとその予算編成前に行ってましたけれども、今回はそれよりも前倒しするような必要性というのはどのように、いずれにしろ現在導入という形で進めてますし、混乱を生じないような対応を取るということが政府の基本的な考え方であります。国会日程ありますのでご協力お願いします。はい、読売新聞の会議です。本日安全保障関連法が施行されました。日本の安全保障政策の大きな転換になるわけですけど、受け止めをお願いします。まずこれまでも繰り返し申し上げてきましたけれども、平和安全法制は我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中にあって、戦争を未然に防ぎ、国民の生命と平和の暮らしを守るために不可欠なものであるというふうに考えています。政府としてはまずは外交を通じて平和を守る、そのために今後も積極的な平和外交を展開していく方針には全く変わりません。そして平和国家の歩みも変わらないところであります。その上で、万が一の場合に備え、今後ともいかなる事態が起きたとしても国民の命と平和の暮らし、ここは断固として守り抜く、そういうことができるように、万全で、臨んでいきたいというふうに思います。で、この平和安全法制、この推進にあたって重要なことは、やはり国民の広範な支持を得ることだというふうに思っております。その必要性、目的、こうしたことをあらゆる機会にですね、訴えをさせていただきながら、国民の皆さんに理解をいただくように、丁寧にここはしっかり説明していきたい、こう思っています。はい、読売新聞の会議です。その関連になりますが、これに伴って自衛隊の任務がさまざまな分野で拡大するわけですけど、この自衛隊員の人員増などですね、課題を指摘する声もありますが、そういった部分に関してはどう対応していこうお考えですか。ここについてもですね、まずしっかり準備を行ってですね、そこは自衛隊の皆さんがですね、しっかりと任務遂行をすることができるようにですね、その万全の体制を整えていきたいというふうに思います。時事通信の栗原です。関連で今日の閣議または閣僚懇で施行になった安全保障関連法について、総理からご発言はあったでしょうか。特別ありませんでした。はい、関連で日経新聞の記事です。その慎重論が根付いてこの世論の中でですね、国民の理解を得ていくために、説明が必要だということですけれども、総理からはその辺については何かご指示やお考えを聞いたことはありますか。総理もいつも国会で申し上げてますように、我が国を取り巻く安全保障関係、特に今年になってから北朝鮮の核実験をやって弾道ミサイルを発射して、そして、何回となく、日本海にですね、ミサイルも発射してるんじゃないでしょうか。そういう厳しい状況の中にあって、やはり国民の命と平和の暮らしを守るために何が必要かという観点の中からですね、私たちはこの平和安全法制というものを成立させていただいた上であります。で、昨今の世論調査においても逆転するところもありますし、ほとんど接近をしてきているのではないでしょうか。法案成立当時と比べると、国民の皆さんの理解は大幅に進んできている、こういうふうに思っています。幹事さん、はい、すみません、日本テレビ柳沢です。すみません、総理のワシントン訪問なんですけれども、同時期に中国の習近平国家主席も行かれますが、日中の首脳会談の予定というのはないんでしょうか。そこは今のところありません。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。